アメリカ合衆国において国務次官はアメリカ合衆国国務省における役職の一つ大統領及び国務長官に対する上級顧問であり軍備管理、不拡散、軍縮に関する問題を扱う大統領の指示のもとで国家安全保障会議に関与し武器管理、不拡散、軍縮について扱う株会議に出席するまた国務長官を介して 大統領内市国家安全保障会議のメンバーと武器管理、不拡散、軍縮の話題について意見交換を行う権利を有している。1971年の対外援助法により上院の助言と承認の下で政府の安全保障援助計画の調整を目的とする事務官を任命する権限が大統領に与えられた。この法律の下大統領は 国務次官の創設を命令した。その後国務省はこの役職に対し国務次官という名称を割り当てた。1977年8月22日、国務省は役職名を国務次官と解消。1990年4月30日、国務省は役職名を国務次官と解消。その後、安全保障援助計画の調整という職務に加えて各不拡散。 技術移転及び戦略物資の統制管理、国際交流政策の調整の役割が関連付けられていった。1994年5月12日、国務次官に解消。ありがとうございます。